この動画はオルノスイフトの紹介です。皆さんこんにちは、ピースケです。今回紹介するのはこちらですね、トンボのオルノスイフト、こちらを紹介していきたいと思います。裏面を見ますとこんな感じで書いてありまして、一番の特徴といたしましてはボディノックということで、ちょうどペンの真ん中ぐらいですね、真ん中を折るとノックができる仕組みになっています。その他に通常のキャップからノックすることも可能なので、どちらの使い方でも使うことができますね。お値段に関しては600円ほどとなっております。それではこちらを開封したいと思います。はい、こんな感じですね。重さに関しては 21g で若干重めですね。一番の特徴がボディノックということで、慣れてくれば片手でノックすることもできます。こういった形でもいいですし、360度どの角度に曲げてもノックが可能ですね。その他にはペン先なんですけども、こちらが 4mm の固定ガイドパイプが付いていまして、製図仕様となっております。こんな感じで書いてる際にはとてもペン先が見やすいですね。その他には一般的なシャープペンであればグリップが3分の1程度であるんですけども、こちらの製品に関しては半分以上グリップが付いていまして、ロンググリップとなっております。ペンの太さが 12mm か 13mm ぐらいなので、とても握りやすい感じがしますね。ドクターグリップのような安定感がありますね。ペン先が金属製を使っていまして、クリップも金属クリップとなっております。キャップとかはなるべく金属製にしてほしかったですね。そうすればかなり高級感が出た製品かと思います。芯の補充方法なんですけども、こちらから補充はできないんですよね。こんな感じで穴がなくなってまして、芯を補充する際にはこちらから補充する感じですね。それではこちらの製品を使ってノートに書いてみたいと思います。やはりペン先が見やすい感じがしますね。ペン先がブレる感じもないですし、特に動く感じもないですね。とても安定していて、グリップも太めなので書いてて非常に安定感がありますね。はい、ということでこの動画は以上になります。こちらはオルノスイフトということで、オルノの上位版なんですけども、どちらの製品を購入してもかなりこちらのオルノの良さっていうのはわかるかと思います。こちらのオルノスイフトに関しても600円ほどで購入できますので、オルノを買うのであればこちらのオルノスイフトを買った方がいいかと思いますね。はい、ということでこの動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。